排気種 COPD の打診の説明です。まずこの X 線を見てください。排気種では微慢性に両肺が膨らんでいるため、打診をした場合全体に下共鳴音が聞こえます。この方は排気種の患者ではありませんが、このようにして行います。ではやってみましょう。排気種の場合、下共鳴音が聞こえますので、軽い打診でも大きな打診音が聞こえてきます。